もしもしはい,、はあ、いやあまりよくないですねちょっとねいろんなところからかかってくるんでね申し訳ないあのそこまでのそこまで考えてないんでちょっとあのまたオンラインでってことでお願いしますちょっと電話とかはちょっと困るんですいませんがお願いしますはいお願いします <laughs> すいません。昨日ですねあの車のよくほら車を下取り出すあのほら簡単無料査定みたいなのがあるじゃないですか、えー、簡単無料査定みたいなねであれで個人情報とかいろいろ登録して最後メールアドレス書いてってやるとなんとね今朝もうさっきからね0120とかいろんな携帯とかあ今はカス買いかな から車の業者さんからね、いっぱいメール、メールじゃないや、電話。リアルの電話がね、ガンガン鳴るんですよ。いやーもうね、ほんと鬱陶しい。普通にね、鬱陶しい。はい。でも、今みたいな感じで断らないと、あもうほんと、いや、どれぐらいなんかなっていう気持ちで、あの、査定やったら最後、まあ、つまり、こう、リストアップされるんだね。はい。 リストアップされてで、まあ、そこだま,だましとかじゃないんだけど向こうも商売だからね商売だからしゃーないんだけどにしてもねちょっとあまりにも件数がね最初の1発目で女性の方がね電話かか,かかってきてであの弊社以外にも10社ぐらいから今から電話があると思いますけどみたいなの言われてえっ、ー、って思って。 あもうこっちもね今からこう戦車やら何やらとかって考えてたのにちょっと中断してですねでこんだけガツガツ来るってことはよっぽどよっぽどだからもう何て言うのかなもうねそのガンガンン来る業者っていうのは目の色がドルマークなんだよ <laughs> そのイメージしかなくて完全にドルマークの業者さんがハイエナみたいにこう群がってきてるイメージしかなくて。 うん、でそれがすごくなんか痛々しいというか <laughs> で僕もそうなりたくないなって、うん、思ってて、まあ、僕は自分からあのほらあカスタマーというかね一般の顧客に営業,営業することはないけど僕はほら引き寄せ側じゃないですか自分でこう自ら発信してでこういう商品ありますよっつってああ いやでまあ一応ねうちのショップサイトもメルマガ登録しますかみたいなそういう選択肢がまあショップ絡みショップ上でそういうのが機能があるからそれやってんだけどまあだけどねメルマガでこちらから送るってことほぼないですよ。大昔に ZA 通貨なんかのアクセサリーが出た時に1回か2回か、はい、あのバーンとこうみんなに送ったことありますけどお客さんにね。 まあ,ただああいうメルマガってすごく、あのー、リスト作っておくとね、うん、買ってくれたそのお客さんの顧客リストっていうのを作っておくと後々やっぱそういう情報を流したりとかするのにいいみたいですね。うん、いやだけどねあんな感じで電話で来られるとねもうひっきりなしに電話が鳴るんですよ。いやたまらんなと思って、うん、ちょっと嫌気がさしました。うん ああ、今また来た。これメッセージですね。あ、この小牧のなんちゃらっていう業者さんから <laughs>。え、何なんだろうね。車を買い取って、まあ、やっぱりお金になるからでしょ。このアルファードのね、このアルファードのこの形のこのタイプのやつ。いくらぐらいなんかなって、別に売る気はないけど、いくらなんかなって。まあ、あるところで査定出したら、まあ、 嫌なせですねに査定出したら370って言われたんですよでそれを例えばさ250とかでね別のとこであの買い取ったらめちゃくちゃそこから乗せられるじゃないですか相場価格っていうのがもっとあれだからねいやーだからそういう商売がこうねうごめいてるんだなと思ってこの愛知県界隈でもね思いましたなるべくやっぱり僕もね仕事を まあどんどん取っていく上で何て言うかなこう乱れ打ちみたいな乱れ打ち営業みたいな、うん、だ今まさにその映像制作で乱れ,乱れ打ち営業やってんだけどうんだからまあ同じなのかな同じなのかなあしらわれることもね森友さんあるみたいなんでまあでもやっぱり理想は、まあ、自分が情報発信して向こうの方からまあ価値をねあらかじめもう知ってもらって認知してもらって で向こうお客さんの方からトントンってこう叩いてもらうという形がやっぱり理想ですよね。うん、で映像制作っていうのは今までその映像制作やりますとかねやってます的な発信ってほぼやってないから僕イコールルジンバル販売じゃないですか、うん、だから皆さんそういう形で来てはくれるんだけど映像制作のっていう形でやっていこうと思ったらやっぱりそれなりのそういう発信をしなくちゃいけないのかなって。 いう感じもしてますねなのでまあちょっとね映像制作のアプローチあまた来た。うた、ん、メッセージが来ますねすごくしつこいしつこいのはちょっと勘弁だよね群がってくるからあだから皆さんもあのご注意あの車の簡単45秒で査定可能みたいなさ一応こう入れてたんですよ僕も、うん、そうしたらねもうこんな目に遭いました大変だから うん、はあまあそんな感じですで、まあ、今日もね何かちょっと話しましょうかお金の使い方はいまあ節約とかね、はい、そういう話についてお話ししたいと思いますで節約についてですね私もまあお金に対するその価値観っていうのが徐々に変わってきまして、まあ、会社に勤めた時 の使い方と今とと今ちちょこちょここ、まあ、根本は変わらないと思うんですけどね私まあ結構無駄遣いとかするんだけど、まあ、ただ本当に無駄な無駄遣いね、まあ、例えば夜安眠、えー、寝ているのに電気つけっぱなしとかね、まあ、そういうのはやっぱり直した方がいいと思うし、ねえまあ、それでちっちゃい頃あ両親にね、えー、それで叱られたりとか、まあ、そういうのはわかるんですけど、まあ、例えばね 自分の気持ちをリラックスさせるため勉強する時とか仕事する時になるべくテンションを高めるために上からの光だけじゃなくて横から横からこうね、えー、なんとなくこう夕方っぽいいい感じのねそれを演出したくていろいろといくつかこう照明つけて、うん、でまあ実質的には何か文字読んだりとか文字書いたりとかする上では上からの照明で十分じゃないですか そうやって考えると、まあ、合理的に考えると、いやそれ電気代の無駄でしょうっていう風にね、怒られてしまうかもしれない。ただ私、まあ、今思うのは、うん、まあ、やっぱりね、その、まあ、電気代に関して言うと、まあ、月々せいぜい2、3千円とか大して変わらないじゃないですか。2、3千円ぐらいの差ですね。 で、今その昔と違ってですねその昔っていうのは月額のサラリーがこれって決まってたから例えばまあ30万円だったらお金の使い方っていうのはまあサラリーマンなんか特にね引き算方式なんですよ引き算方式まあ電気代いくらでしょって電話代がいくら水道光熱費とかあと携帯電話とか食費駐車場代とか。 社会保険とかねいろんなものがいくらいくらって決まってて毎月こんだけかかりますよねって引き算30からどんどんこう引いてって残りこんだけですってこの少ないお金を例えば今月は何かね外食に行こうかとか何か買おうかとかねレンズ買おうからカメラ買おうかとかってね、まあ、そういう形で引き算方式でやりくりするというのが、まあ、今までのお金との接し方ですね。 こ、はいまあ、これはもうこうなならざるを得ないよねですが、まあ、フリーランスとかね、まあ、自分で何かやってる人たち自営業の方含めて、まあ、私今これ会社やってますけどっていうのは、まあ、自分でどんどんね乗せていける、ねえー、無駄遣いって言われてもいやその分稼げばいいじゃんって話になりますで。そうするとどうなってくるかっていうと、まあ、電気代とか日々のやつはまあちょっと抜きにして、えー、旅行に行くとか うーんまあ、カメラ買うにしてもそうですけど何かね、まあ、買い物お金を払って対価払ってサービスを受け取る、えー、ものを受け取るっていう際になるべく何、えー、て言うのかなあ、まあ、価値のあるもの、はい、付加価値の高いものを取り込もうとする、うん、っていうのがある一方 コスパ主義でお金すごい持ってるお金持ちさんがものすごい節約節約契約でやってますっていう方もいらっしゃいますでどっちが良くてどっちがいけないってないと思うしまあそれぞれにねマッチしたお金との接し方アプローチ距離感でやっていけばいいと思うんですよで私の場合はっていう話なんでねあくまで参考程度なんですが私的にはなるべく世の中に上質な えー、高品質であり付加価値の高い、えー、商品とかサービスをアウトプットしたいって思ってるんですね。アウトトプットいいものをアウトプットしようと思ったらどうするのか。ね。なぜじゃあねなぜいいものをアウトプットするのかって言ったら、うん、付加価値の高いサービス製品っていうのをアウトプットしたらその分お金が入ってくるから。ねまあ、やっぱり価値を 出してでそれに見合った対価を受け取るっていうことで世の中回っていると思うんで、ね、そうやって考えたらお金が欲しいって思ったらその分やっぱり価値を出さなきゃねっていう話になりますよね当然ですよね。でじゃあなるべくね高い価値を世の中に放っていくためにはどういう呼吸をするどういうじゃあインプットをするのかって話になななりますいいいいいいももののをを出そうと思っったら当然いいものをインプットしなくちゃいけないってなります。 例えば、まあ、これ音楽に例えるとうん例えばまあ南,米南米で少年少女が、まあ、ずっとね生まれた時からブルースを聴いて育ってると、ね、でそういう少年少女っていうのが、まあ、やがて成人になりで何かこう歌を作るとか歌うとかってなった時に何かこうフレーズを放った時にやっぱりブルージーなトーンが出てくると思うんですよブルーノートっていうかね。 で対してまあ日本で演歌を聴いて育った少年少女っていうのはやっぱり、まあ、先々何かこう曲を作るとか口ずさむとかはいってなった時にやっぱり演歌が出てくるじゃないですか。ねいやなのでやっぱりねインプット何をしてきたのかっていうのでアウトプットが変わってくると思うんですよ。これ友達付き合いととかででもそうですよね、まあ、ビジネネス系のチャンネル見てると 友達をどうしろこうしろとかね友達をもう切れとかねいろんなことを私もちょっと言ってきたことあるけどそこによってそこのインプットとか環境によって出すすアウトトプットっってて変わってくると思うんですねなのでやっぱりなるべくいいものを取り込んでいかなくちゃいけないと。じゃあ えーまあ、製品につけられたサービスにつけられたプライス価格ね価格が高ければ高い方がいいのかって言ったらそんななこともないともいい思ます、まあ、ホテルにしても、えー、ここ1泊10万なんだけどサービス対応悪かったし部屋も大したことないよねっていうね、まあ、そういうこともあったりしますよね。まあ、ただ確率を考えると、ね、確率を考えると、まあ、高いお金出した方がいいサービスを受け取る可能性が高いとかね、まあ、高級車 だったら、まあ、その分額に応じていい装備が備わっていたりとか走りが良かったりとかってするじゃないですか。だ、うん、だからまあ一概にははは言えないんだけどその確率は、まあ、可能性は高まるよという話になります。はいまあ何にしても、えー、日頃普段まあ例えば500円で買えるものを「いやいやそんな500円高いでしょ」って「100均で売ってるんだから」って、ね「400円得するでしょ」って。 うん、400円得するでしょコスパコスパ100円100円って生きてる人っていうのは、うん、まあ100円でもね価値の高いものはあるかもしれないけど、まあ、やっぱりねそれ一辺倒でいっちゃうとまあその、えー、反対側にある反対側にある違うところにある世界っていうのが見えないよね。うん、コスパに囲まれて、うんまあ、低価格でいいものは確かにある、うん、あるけどねないものだってある。うん そういうものもやっぱり知った上で、えー、まあその製品サービスに込められた本当の価値っていうのは何なのかなって見抜く力を養っていく、ね、要はその店に入った時に値札を見なくてもそれがいいかどうか分かるっていうね目を養うっていう意味でもやっぱりまあ安いものももちろんだけど時にはね結果的に高かったっていうねそういうものを買うっていうことも経験なのかなって思います。 でそこで本当にいいものね、えー、例えばまあソニーの α7S3 っていうものに30万40万突っ込んでで初めてね、えー、高価なカメラを買ってみたけどやっぱりね、うん、高いお金をかけただけあってすごく違うよねって、うん、今まで撮ってたスマホと違うよねっていうその違いがわかるようになったらねまあワングレードアップするっていう感覚ないですか、まあ、カメラ関係の方はねちょっと理解が早いと思うけど まあそういいうとところがあると思います、うん、でそうするとあクオリティの差ってこういうものなんだなってことを勉強するじゃないですか。でそしたら世の中に何かねアウトプットしたい、ね、それで商売にしていくんだって言った時にやっぱり、まあ、安いグレードの、ね、低品質なもの、うんうん、じゃなくてやっぱりいやそれじゃ売り物にならないっていう尺度、ねえー、見る目というかね感性が養われますよね。なので結局さっき言った音楽の例えと,例えと同じなんだけど。 やっぱり何をインプットしてるのかっていうのでアウトプットが変わってくる、はい。だからまあこれビジネス系チャンネルだから言うけどお金を稼ぎたいってなるとねやっぱりそれだけのえ上質なねえ付加価値の高い何かをこう世に放っていかなくちゃいけない。そのためにはって言ったら日頃安いもの安いものね安かろう悪かろうってものばっかりに溢れててそういうものばっかり利用してるっていう風だったらまあそれ相応のアウトプットになっちゃうよっていうことをまあ心安心 まあ念頭においてですね、はいうんまあ、かといってね何ででもももかんん高いいいのっていうわけじゃないんだよ、うん、そこはやっぱり高いお金出して買っては見たけどあこれは全然違ったなっていうのは一つの勉強になるじゃないですかそうするとそのプロダクトなりサービスを見抜く本質の目値札を見なくても分かる本質の目っていうのが養われますよね。はい なのでまあそこはねやっぱり繰り返し循環してさせていくうちに、えー、研ぎ澄まされていく部分があるんじゃないかなと思います。はい。で私さっきね電気代とか水道代とかに例えましたけどまあやっぱりですね日頃の、まあ、その消費消耗ねランニングコスト というものについても、私は、まあ、その事業、仕事にね、結びつく、えー、自分の気持ちを高揚するとか、えー、そういうものに役立つものだったら、じゃんじゃんね、電気代だって、水道代だって、えー、使ってやればいいと、私は思っております。はい。なので、節約、節約、節約で、ずっと契約で行くっていうのは、まあ、えー、結局、自分のアウトプットと、うん、いうのも、えー、順序に巡ってね、うん、最終的にちっちゃくなっていっちゃうよと。 いう可能性があるんだよということをねまあ、今日はお伝えしたかったという話ですはい節約お金の使い方についてはですね非常に奥が深いですはい、まあ、今後もですねこういうお金にまつわるような話をやっていきたいと思いますのでまあ、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたしますはいそんなわけで本日は以上ですありがとうございました